ゲオセール情報です。ただいま、ゲオセール中。今日のあんまんちゃんでございますが、あんまんちゃんはお休み中でございます。ゲオのセールがね、もう始まっております。今回はね、サマーセールのように、まあ、ちょっと大々的ではないんですけれども、9月23日から25日までの3日間ですね、セールが行われているので、ちょっとね、詳しく、見ていきましょう。まあ、いつものね、流れでございます。それでは、今回もゲオセール、見ていきましょう。今回のね、ゲオセールは、先ほども言いましたけれども、9月の23日金曜日から、25日日曜日までということで、月曜日までやらないんだね。まあ、この3連休で実施されてます。もう始まってるんでね、見に行ってみてください。で、今回の、なんていうんですかね、目玉がですね、2本同時購入ごとに合計金額から、なんとですね、300円引きという、ことになります。まあ、前回のセールに比べると、まあちょっと見劣りする部分はありますけれども、でもね、安く買えるチャンスでございます。ちなみにね、店頭販売価格が税抜きで480円以上のものが対象です。で、ここからはね、ホームページに紹介されている特価商品ですね。こちらも2本買えば300円引き対象ですね。ポケットモンスター、シャイニングパールですね。こちらね、税込み価格で考えたときに、まあちょっと高いかなっていう、まあ300円引き使えば相場通りぐらいな、値段になると思います。それではね、次ですね、スーパーマリオ 3D コレクションですね。こちら、相場通りかな。税込み価格で言うと、まあどこで買っても一緒かなっていう感じでございます。それでは次ですね。次はですね、新女神転生5とマリオゴルフスーパーラッシュですね。女神転生の方は相場通りかな。で、マリオゴルフスーパーラッシュの方は、これ税込みで考えたら高いと思います。他でもっと安く買えるところが、ありますね。アマゾンだったり、駿河屋のマケプレだったり。そっちの方がね、安いと思います。それでは次ですね。ポケットモンスターシールドと、ピクミン3デラックスですね。こちらはね、ポケットモンスターシールドの方は、高い気がします。もう少しネットだと安く買えるところがありますね。で、ピクミン3デラックスはだいたい相場通りなんですけど、ゲオの方がちょっと高いかなっていう感じはします。まあ、300円引きをね、使えば、まあ、少し、ほんの少し、100円ぐらい安いかなぐらいな、そんな相場感ですね。次ですね。トライアングルストラテジーとスーパーマリオ 3D ワールドプラスフューリーワールドですね。まず、トライアングルストラテジーの方は、まあ大体相場通りかな。で、スーパーマリオ 3D ワールド、こちらはね、店によって違うんですけど、まあ安く買えるか、ちょっと高くなるかっていうね、微妙な値段ですね。まあ、ちゃんとしたところで買うと、多分もうちょっと高く値段が設定されてるんで、お買い得かもしれません。じゃあ次ですね。集まれ、動物の森と桃太郎電鉄、昭和、平成、令和ですね。集まれ動物の森はちょっと高いです。桃太郎電鉄も高いかな。相場から考えると、税込み価格で見ると、ちょっと高いと思いますね。300円引き使って、それでも高いかな、ぐらいな感じです。次ですね。マリオカートデラックスと、スーパーマリオブラザーズ U デラックスですね。
で、マリオカートの方は、これは今、ちょっと人気が出てきてるから少し高いのかな。高めの設定だと思います。で、スーパーマリオブラザーズ U デラックスはだいたい相場かな。でもちょっと高いかなって感じですね。他の店もね、探してみた方がいいと思います。それでは次ですね。ゼルダの伝説、ブレスオブザワイルドと、マリオパーティースーパースターズですね。ゼルダの伝説の方は、だいたい税込みで考えたら、相場通りかなっていう感じです。マリオパーティースーパースターズの方は、税込みで考えたら、多分、300円ぐらい高いと思います。いや、ちょっと、あれだね。スイッチの方は。まあでも、綺麗だからね。ゲオのものはね。じゃあ次ですね。プレイステーション4見ていきます。鬼滅の刃ですね。こちらは、税込みで考えたときに、まあ相場通りかなっていう値段ですね。でもね、ちょっと出せば、新品買えるよ。まあだから、ちょっと微妙ですね。次ですね。メタルギアソリッド5、グランドゼロズファントムペイン。こちらですね。こちらは、まあ相場通りかな。まあぴったり、ジャスト相場通りぐらいな。まあなんならちょっと安く買えるところが他にあるかなって感じです。じゃあ次ですね。スーパーロボット対戦、13と、ペルソナ5、スクランブルザ・ファントム・ストライカーズですね。スーパーロボット対戦13の方は、多分5、600円高いです。ペルソナ5の方は、2、300円安いんじゃないかな。相場より。なので買うなら、ペルソナ5の方が、お買い得だと思います。それでは、次ですね。ストレンジャー・オブ・パラダイス・ファイナル・ファンタジー・オリジンと、ロスト・ジャッジメント、裁かれざる記憶ですね。ファイナル・ファンタジーの方は、こちらは2、300円高いかな。でも、場所によっては、まあ大体同じぐらいの値段で売ってたりするんで、まあ、ディスクが綺麗だから、ゲオはね、チャンスかもしれないですね。ロストジャッジメントに関しては、税込みで考えたときに、だいたい相場通りか、ちょっと高いかもしれないです。もうちょっとね、600円ぐらい安く売ってるところもあると思います。ですのでね、皆さん、注意してみてください。というわけで、ゲオセールね、見ていきました。今回は、ちょっときついかな。ただね、480円以上2本買うと、300円引きっていうのはあるんで、現地の店舗に行ってね、ゲームを探してみた方がいいと思います。で、このホームページに載っていたゲオのセール品に関してはね、あまり、安いぞみたいなのがなかったりするんで、まあ、ここに関してはね、スルーしてもいいかなと思うし、まあ、欲しいゲームがあったんであれば、ゲオはね、すごく状態がいいので、ディスクのね、ゲームを買ってもいいと思うし、カードリッジのゲームを買っても全然問題がないと思います。ただね、ネットの方が、安く買えるよっていう人も確かにいらっしゃると思うんですけど、ネットで買うとね、状態がどんなものが来るかわからないので、そこがね、悩みどころですよね。まあゲームが動けばいいっていう人であれば、ネットで買うのはありだと思うし、やっぱり状態を気にする人であれば、やっぱりリアル店舗で状態を見てから買った方がいいかなと思います。まあ今回ね、2本買うと、300円引きのセールやっておりますので、まあこれをね、うまく使って、欲しかったゲームをね、購入するのはありだと思います。
ただ1本ずつ300円引きになるわけじゃないので、そこは注意してくださいね。2本買って合計金額から300円引きなんで、まあ1本あたり150円引きぐらいっていう計算でね、考えた方がいいと思います。ですからネットで買うよりお得なものと、まあネットで買うより300円ぐらい高いかなって思うものを買えば、まあ大体同じぐらいの金額で買えますよっていうことですね。だからその辺うまく使って、ゲオセールをね楽しんでみてください。ね、最近私もねゲオよく行くようになりましたので、またね、ゲオ行く機会があったら行ってみようかなと思います。それでは楽しんでね。今日もねご視聴ありがとうございます。よかったらねチャンネル登録コメント評価いただければ嬉しく思います。ちょっとね、まあサマーセールに比べたらだいぶ寂しいセールになっちゃったけど、まあぜひねゲオに行ってみてください。いいものがあるかもしれませんね。